クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。
3秒後クイズ。見事でした。芝の召喚マテリアが完成しました。さあ召喚マテリアを受け取ってください。氷の女王の冷たい微笑みはクラウドさんにぴったりです。いつかシンラを倒すその日まで身につけていてください。続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。ひょっとして噂の何でも屋さんですか？ああ、自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？正体不明の怪盗スラムエンジェル、主にシンラカンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が硬いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。噂の盗賊スラムエンジェルのことならどんな情報も。戦争は終わったと思っていたのにね。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、エアリス。
変わった男とつるんでるって聞いた。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド、元ソルジャーですごく強いの。これを使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端神羅もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った、それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。ソルジャーならあまり気を通してくれ。ここは町内会の建物だよ。記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。お、どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通。自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を終わらせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃談ですか？それとも残した痕跡が？いいえ、奴らのアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか？裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。え？かなり手ごわいやつらしい。それでも行くとは見上げた記者根性だ。いや、軽率に踏み込むのは記者失格。裏付けを取って行動が記者の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ。なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。裏道の先にあるその調査をお願いします。
狩る。先手だ。戦を変える。お任せあれ。飛んでけ。ダリャ。あっち。あれ。苦しい。しのげるか。うん、しまっ。くっ。
落ち着いていけ。やれるだけやってみる。来い。いっけ。いけそうかな。下がって。体勢を立て直す。頑張れるかな。当たれ。どうにかできる。こんな時に。届け。
俺が出る。休憩。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状？他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。へえ、これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは？おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でもやと出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でもやがいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず
私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほらこれを持っていきな。なーに遠慮はいらない。出所はあの記者のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろ。プレートまでジャンプ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出を。ああそうだ、工具の手入れを頼めるか。いっそ買い替えたら。勉強するぜ。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になった。扉がギリギリ。おいしい仕事だった。